おはようございます、本日もですねまた平凡な一日がスタートするわけなんですけど、まあ、今からもう寝るんですけど、ただいまがですね9時15分っていう感じで、まあ、ちょっと早いんですがもう寝ようかなと思って、ちょっとあの明日どうなるかわからないんですけど、これ今風呂上がりでちょっとこんな感じでちょっと収まってない感じなので、もしかしたら明日の朝化ける可能性がありますね。ちょっとこんな感じになってるので、もしかしたら今までで一番すごい寝癖が出るかもしれないですし、もしくは意外とこういう風にボサボサにしてる方が寝癖がつかないかもしれないんですけど、今から寝たいなと思います。はい、では、9時15分、今から寝ていきたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。起きました。見事にどうやって出たらこうなるかわかりませんが、なんか重力が上にこう引っ張られているように感じますね。今までで一番ひどい寝癖かもしれませんが、もうなんかどうやってこんな寝癖が仕上がったのかっていう感じですが、はい、こんな寝癖が仕上がりました。今までの平凡シリーズの中でも一番の仕上がりではないでしょうか。ではですね、今から用意していきたいなと思います。いや、あれからですね、洗濯物をして、で今から朝散歩の収録して、で帰ったら久々にタクズキッチンしたいなと思うので、今日ですね、まあそのタクズキッチン終わってから多分編集して、で昼なるっていう流れなんですけど、なんか昨日視聴者の方から連絡来て、京都にマウンテンジャケットの先行予約する場所があるんで、そこ行って動画にしてくれませんかって連絡来たんですけど、まあ、今日ほんまはずっと一日編集する予定やったんですけど、まあ、なんかどうせやったら見てみたいなと思って、まあ、昼ぐらいから行こうかなと思ってるんですけど、車でだいたい1時間ぐらいかかる感じなんですけど、まあとりあえず向かおうかなと思ってます。今日の朝散歩はですね、もうすでにアップロードしてると思うんですけど、なんかイチローの会見の話と、であともう一つが何だっけな、そう YouTube ライブに嫁蔵の お悩み相談室の話があったと思うんですけど、まあ、それを今からちょっと話しようかなという感じで思って、まあ、その後タクズキッチンでベーコンを焼き焼きしようと思っているので、まあ、ちょっとコーヒー買いに行きます。まずではですね、朝散歩始めていきたいなと思います。おはようございます。本日はですね、はい、それではですね、タクズキッチンの時間がやってました。ただいま9時10分ですね、タクズキッチンといえば用意するのはこれだけ。そう、ベーコンで、しかも何でか知らないですけど名前まで書かれてるんで、これを使いたいなと思います。なんか多分僕がよく忘れてその辺で飯食ったりとか勝手にするので、忘れないように多分名前まで書かれてるんですけど、なんか多分扱いがなんかちょっとずつこう小学生みたいな扱いされてるんですけど、まあとりあえずベーコン焼いていきたいなと思います。あとは、白いご飯に放り込むだけです。いただきます。ではですね、今から編集行きたいなと思って外出たいので、もう今の間にブラバーをかけます。あとはこいつが動いてくれて部屋をきれいにしてくれるので、僕は安心して編集に行きたいなと思います。ではですね、僕の編集の、様子を今誰もいてないので、お見せしたいなと思います。ではですね、音の、ノイズの調整をします。声をよく聞こえるようにして音量をちょっと上げると、でこっからはまず最初に、チャイムのところを作りましょうかね。カスタムを引っ張ってきてここに放り込んで、でこんな感じでタイトルって書いてるので、これを名前付けます。こんな感じですね。で、チャイム鳴らします。チャイムがどこにあったかな。チャ
社員をここに彫り込んで、ここでカットすると。でここはもういらないんで、でもうちょっと拡大いきましょうか。でここちょっとずつこうボリューム下げていきたいんで、こういう感じで下げる感じにして、ちょっと音量がうるさいのでこれでもうちょっと下げます。今度ここ見ててくださいね、こんな感じでこれぐらいですね。テキスト入れていきます。でいらないところも切っていきます。これもできました。今日は編集2時間ぶっ通して頑張りましたね。今日は結構車の時間が長いんちゃいますかね。電車でちょっと行きにくいところなんで、まあ、車で仕方なく行くんですけど、まあ、安全運転で行きたいと思います。結局ですね、あれからですね、ちょっと大通り沿いでいいとこが見つからんかったんで、結局はマクドのドライブスルーという形になりました。まあ、マクドもたまに食べる分には美味しいんですけどね。特に僕はポテトに塩多めが好きです。ということでてりたまのセットを購入しました。今がですね1時45分なので、 あんまり時間が遅くなると僕もちょっと昼寝の時間が なくなっちゃうので、もうちょっと今日は店に入らずにドライブスルーで運転しながら食べていきたいなと思います。いや無事到着しました。僕も初めて来るんで、まあ、平日なんて全然車もいてないですけど、とりあえず行きたいなと思います。行ってきます。はい、それでは行ってきました。無事ですね、予約はできたんですけど、まあ、ノースフェイスがあんま好きじゃない人とか、あんま興味ない人も僕のチャンネルでいてるんですけど、まあ、マウンテンライトっていうジャケットを2着持ってるので、まあ、今回はマウンテンジャケットっていう、そのライトっていう名前がない方のジャケットの予約をしてきました。で、まあ、来るのがこの冬ぐらいなので、まあ、だいぶ先にはなってるので、まあ、まだ忘れた頃にレビューするとは思うんですけど、まあ、この店舗がわざわざ京都にまで来やんくても全然あって、大阪 の家から車で10分15分ぐらいのところにもあったんで、こんな1時間20分かけんでよかったなって思うんですけど、まあはい、今回まあ一応無事、まあ、予約もできてよかったかなと思います。まあ、今からはですね帰って、ちょっと何時なのかわからないですけど、今で3時なので4時とか5時とかに帰っちゃうとちょっと辛いですけど、まあゆっくり安全運転で帰りたいなと思います。では帰ります。眠たいです。いや無事帰ってきましたけど、めちゃくちゃ混んでましたね。今4時半なんで1時間半ぐらいかかりました。疲れましたね。今からはですね、もう今日が3月の25日なので、もう多分ダウンは使わへんかなと思うので、ダウンのクリーニングを出しに行きたいなと思います。ちょっと編集は疲れてるので今はできません。はい、それではですね、今からですね、クリーニング出しに行きたいなと思うんですけど、見てください、バルトロ、バルトロ、マウンテンダウン、そして今マウンテンライト来てる、もうノース祭りですね。まあ、基本的に僕はこういうクリーニング出したりとか、あとなんかレザーとかやったら磨いたりとかで、なんかそういうアフターケア的なことが結構好きなので、率先してやるんですけど、嫁はそういうのはあんま興味ないので、今回も嫁には確認してないんですけど、バルトロケルプタンクリーニング持ってたったでって言ったら、喜んでありがとうって多分言うと思うので、ついでに持って行ってます。むしろ持っていかへんかったら、なんで持ってってくれへんのよって機嫌悪なるので、ついでに持っていきたいなと思います。そしてそこらでいつも通り、好感度アップ作戦ですね。嫁の、ダウンジャケットまでクリーニングに出すというところの、好感度アップ作戦になりたいと思います。さてさて、6時なんでそろそろですね、僕の仕事の、風呂掃除とあと米を炊きたいなと思います。もう米はですね、さっきちょっともう炊いちゃって、よく考えたら今日平凡な一日撮ってるわと思って、急遽回したんですけど、今から風呂掃除をしたいなと思います。していきます。まさか大人になってからこんな風呂掃除してるところ誰かに見せるなんて思いもしなかったですね。そして不思議とこれを見てる人がおるという不思議さ。
はい、それではですね、最後夜散歩をしてるわけなんですけども、夜散歩皆さんおやってるやんと思ったかもしれないですが、まあ、大体前回の動画以来やってないということで2週間ぶりぐらいの夜散歩になってますが、今日はなんで歩こうと思ったん？1週間頑張ったら英語取り手出てくるって言ったから現金なやつやな焼き鳥行くために歩くって、まあ、プラマイゼロな気はせんではないけど、じゃあ、 まあこの辺でお別れしようか。今日はご飯もなかなかな、忙しかったから作られへんしな、大したのな、うん、ほんならじゃあこれで切っとくか、はい、という感じになりますので、まあ、この辺で皆さんとお別れしたいなと思います。ではですね、見てもらってありがとうございました。